ちなみに、ここに行ったうちに、ここにあるお茶をもらって、クロームの上に壊すよ。壊す。あれ？あ、こんにちは。僕のことを知ってる人、知らない人みたいな感じで、去年の末ぐらいに、筑波でやってたのと同じ人です。っていう自己紹介です。去年を見てる人にはもうこれで全員 OK ですよね。去年いなかったけど僕を知ってる人も OK ですよね。どちらでもない人。そういう方もいるのか。こういう人です。で今日は、リスク5っていうアーキテクチャの話をしようと思ってたんですけど、で、話をしようと思っても今日間に合ったから大体間に合ったからよかったんですけど、高速バスに乗ったら渋滞が見えてきようと思ったし、高速バスに乗りながら資料を作ってたらですね、なんか酔ってきて作るのやめたとか言ってたら資料が途中までしか行ってない落ちてないんですけど、まあ落ちてないっていうかいいかっていう感じでスライドを置かずに食ってました。で、そのリスク5の話をするんですけど、これでなんやねんって話なんですけど、 UCB が作ったアーキテクチャって多分なんか皆さん数えられるかな、数えらんない、たくさんあって数えらんないみたいな人いると思うんですけど、また作ったみたいなですね。例えばスパークの GTA のリスク1とかも UCB が作ってますね。あの辺なんか面白いアーキテクチャ作るみたいな。でまた作って、サブセットとしては、インストラクションセットのサブセットとしては、32ビットと64ビットが今のところあって、128っていうのがどこにも作るよとは書いてないんだけど、ドキュメントにリザーブドって書いてあるから、まあいつか作るんだろうみたいな感じです。で、その実装っていうのがスカラで書かれてて、それが GitHub に置いてあるんですね。で、まあ、みんなか、たくさんフォークして遊ぼうねみたいな感じなんですけど、で、それはコアの実装だけなんで、まあ、他のペリフェラルもあのスカラで書かれてたりするんですけど、それを全部つなげるあの GitHub のなんです。GitHub にありますから、その Git タグを単に持ってるだけのリポジトリみたいなやつがあって、で、まあ、そいつを引っ張ってきて、あの Git サブモジュールインとしてで、ビルドするとなんか CPU ができるよ、やったねみたいな話なんですけど、でスカラで書いてあるって言いましたけど、まあ、これはあの前回話した、チセルっていうライブラリを使ってるんですね。で前回いなかった人もいると思うんで話しますけど、チセルっていうのは何かっていう と、ざっくりとまず簡単に使い方から話すと、ハードウェア分かる人、分からない人、分かんない人の方が多いですよね。ハードウェアを書くときには、まあ、実際にどういう回路になるかっていうものを、まあ、記述するわけですね。で、入力や出力っていうのが、まあ、ある箱が、まあ、ハードウェアなんですけど、まあ、そういうものを、まあ、そういう箱の状態記述、だからプログラムっていうのは、そのプログラム、なんだろうな、順番に実行されるわけですけど、ハードウェアっていうのは書かれてるやつはなんかピンからキリまで全部ガンって最初にそもそもあって、そいつが動くみたいな仕組みなんですけど、その辺 の実装を、まあ、ピンからケツまで書かないといけないんですね。で、まあ、モジュールみたいなやつを適当に適当にインヘリットして、まあ、エクステンドっていうスカラでは言うんですけど、まあ、インヘリットして、まあ、適当なクラスを作ると。で、まあ、それで、まあ、実装の部分は OK で、まあ、テスターっていうところからインヘリットすると、なんかテスト用の、外部のジグですね。だからパソコンっていうこういうハードウェアか、まあ、仮に作るとするとガチャガチャキーボード叩いたり閉じたり開いたりするみたいな操作っていうのを外から定義して仮想的にそういうデバイスがつながっているように見せかけてあげる、その外側の物体が、まあ、テスターなわけですけど、まあ、そんな感じで2種類、まあ、書くわけですね。で書き終わったら、まあ、そのてっぺんにインポートチセルドットアンスコみたいにつけておいて、で
ビルドドットサバトになんかこういうの書いておいて、で、まあそしたらまあ、あのサバトでまあビルドすればいいと、そういう話ですね。で、このモジュールっていうのはまあスカラで書かれてるわけなんですけれども、こいつが SBT ランってすると、そのオプションで、ランにつけたオプションによって、C++ が生成されたり、もしくは Verilog っていうハードウェア技術が生成されたりというような感じになってます。で、Verilog はまあハードウェア技術言語なんで、まあ、こいつをさらにハードウェア技術言語からハードウェアに落とす何らかのなんかなん、まあ、機械まあ何らかのソフトウェアなり何なりかければ、まあ、ハードウェアが出来上がるわけなんですけど、まあ、こっち側は何かっていうと、まあ、エミュレーターなわけです。で、ハードウェアをなんか用意してゴニョゴニョするのめんどくさいんで、このエミュレーターを使いましょうねみたいな感じの話をしようと思うんですけど、まあ、ビルド方法とか、あ、書いてねえじゃん。まあ、ビルド方法はめっちゃ簡単で、少なくとも、まあ、これはまあライブラリなんで使い方はややこしいんですけど、ロジェットチップっていうこのリポジトリに関して言えば、エミュレーターっていうディレクトリに入ってメイクって叩けばいいだけなんで、何もめんどくさくなくて、ただ、SBT をメイクの中で使うと、メイククリーンってすると3分ぐらいかかるっていうことになって、まあ、なぜなら SBT って立ち上がるのが土着早々だからなんですけど、だからなんかメイククリーンの時は SBT を立ち上げないようにしてクリーンするようにみんなはメイクファイル書こうねっていう反面教師かでした。はい、そんな感じで、まあ、ビルドすると、まあ、動かないわけですよで、なんで動かねえのかなと思ってログ見るとなんかバッターロックって書いてあっておやで、なんかなんでバッターロックしてんだろうと思ってコード見ようと思ってもなんだスカラが入ってったゴミなんかクソの山みたいな C++ があってで、なんか手取り早そうな一番簡単な名前にあるなんかイニットみたいな関数読むと4800行ぐらいずら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 と謎のこうなんかちっちゃいなんていうんですかねタップルみたいなのが無限に提示されててで、そのなんか全部なんか書かれたソースコードとヘッドファイルのなんか合計すると387555行っていう C++ のコードがババーってで、メインってグレップするとなんかリマインダーみたいな関数とかはたくさんヒットするんですけど、メイン関数は見つからないって、メイン関数どこやねんって探すと上の方になんか生成されたやつを呼ぶ人間が手書きしたぬくもりあるメモサイズとか言ってなんか足したり少なくしたりできるようにしましたと。でもこれでなんかもうだいぶやる気がそがれてこれで動くようにはなったんですけど、でまあよかったねって、これで一つの話が終わりです。で出てきた物体が、あ、でちなみにこいつはプルリクエスト投げてるんですけど、いつまで待ってもなんかマージされねえからクソかとか思ってるんですけど、まあマージされたらお知らせします。そんでそれを実際に動かすと、まあ、これは実際には1行なんですけど、こういうのがベベーって出てきて、まあ、これもまたおそらくプログラムカウンターの値指してる値だろうけど、パイプラインなん CPU なんでどこのプログラムカウンターやねみたいな問題もありますし、なんかラフルとかライとかこの R はないやとか、なんかこうよくわかんないのがずらずらずらと出てくる、たちます親切のエミュレーターだったんで、まあ、どっから来たねんって言って読んでいくと、スカラのコードになぜかプリント F って書いてあってこういうのをプリントする謎のフォーマットが書いてあって、なんかそれぞれの値書いてあってほでーとか思ってたんですけど、まあこういうプリント F って、最新版のチセルのドキュメントにはないんですが、古いドキュメントには書いてあって、それが今でも使えるっぽいっていう感じで今でも使われてるんですけど、消したなら消す、作ってるところ同じなんでドキュメントから消したらもう使うなよクソって話なんですけど、まあ、使ってあるよという感じです。で、まあ、実際にはこういうプリント F とか言ってゴゴゴゴってすごい長いのが書いてあるんですけど、どうもよく読むとみんなライトバックステージのなんか値が出てるっぽいんですけど、まあ、別にそれはライトバックステージ、まあ、に限らなくていいんで、自分がなんか適当なことやってどっかでぶっ壊れてるっぽいと思ったら、まあ、ここら辺から値引っ張ってきてもいいですし、まあ、逆に FPU ステージの方から値引っ張ってきて表示したりしてもいいんですけど、
まあ、たまたま今回はライトバックステージのところで時間を合わせてピッとプリントしてるだけっぽい。他のところもプリントできます。で、こいつっていうのはクロックごとに、あ、そうだ、その話してなかった。このエミュレーターっていうのはサイクリックアキュレートエミュレーターなんですけど、なんで、まあ、クロックごとに実行されるんですね。で、なのでどこに書こうが、まあ、実行される、そのプリント F のどこでも実行されるんで、まあ、まあ、どの順番で出てくるかは知らないけど、まあ、とりあえずどこにでも書けば出てくるから何でもいいです。で、新しい命令を追加したりとかして遊びたいよみたいな話になりますよね。みんな命令を追加するのが好きなんですかね。なんかイジェクト命令みたいな、まあ、まさにイジェクト命令をする用のカスタムゼロとかいう謎のなんかリザーブされた命令がちょうどうまいことあるので、まあ、こいつに着目して、まあ、カスタムゼロの時に、まあ、なんかこういうコントロールドットスカラのところを覗いて、なんかこういうところに、ステージが書いてこのカスタムゼロのところの、まあ、ここら辺のなんかフラグを適当に全然違う値に書き換えて、そいつをハンドルするハードウェアを書けば、まあ、何でもできるよという感じになります。で、これは、まあ、どっちも同じデコードコンスタントっていうところから、デコードコンスタントっていうところからインヘリットしてるんですけど、まあ、なんかこれはロックデコードとかいうやつで、まあ、ロックっていうのはこれコプロの名前なんですけど、でこっちはあ名前写し忘れた、まあ、なんか全然違う名前のやつなんですけど、まあ、どっちも最終的にデコードテーブルみたいなやつに全部コンチャートしてくっつけてるだけなんで、どこに書こうが、まあ、いいですね。で、まあ、そんな感じで、まあ、適当に命令を追加すると、こいつはプリント F しかできないんで、まあ、イジェクトはできないんですけど、まあ、そういう命令を作ることはまあ容易です。終わりって感じです。はい、質疑いいですか？まだあります。はい、それのなんかそれサイクリックアキュレートって言ったけど、速度はどれぐらい？測れたビリログをエミュレーションするのがめちゃくちゃ遅いので、これをわざわざ作ったっていうことが書いてあって、比べてないんですけど、やっぱり早いと書いてはありました。そうです。なんか普通のやつだとインテルのやつとかだとカーネルとか起動ぶち込むと起動するのに一晩ぐらいかかるんだけど、サイクリックアキュレートの場合って、はい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 、これもそんな感じなのかな。やっぱ同じぐらいの、ああこれこの、あどうですかね、これこの実装は少なくとも、こいつ、まずこいつの実装の生徒から言うと、こいつは Linux が上がります。で、こいつのエミュレーターに Linux を食わせたことはないんですけど、なんか UCB の工事仕様になんか似たような演習課題があって、なんか演習課題にできるってことは、まあそんなにでかくないんだろうっていうのが一つと、あと もうちょっとちっちゃい Linux とかじゃなくて、もうちょっとちっちゃいプログラムのやつはあって、そいつをなんかたくさんガッとテストしてくれるんですけど、どのくらいかな、3000ステップが 0.23 秒くらいだと思う。まあ、まあ、やっぱそれぐらいはでもかかるみたいな。まあそうですね、まあでもなんかプリントしたりなんかログで取ったりとかしてるんで、もうちょい早くすることはできると思います。なんかパラレルで走るっぽいんで、良いマシンで動かせばまあ早くなるだろうという、というか彼らはやっぱりいいマシン使ってるから、なんか4ギガぐらいいっぺんにマロックしようとしてるっぽくて、どうやら UCB にはいい計算機クラスターが学生がみんな自由に使えるのがあって、こういうのが前提で動いてるっぽいっていう。まあ、それちょっと、まあ、速度はじゃあ今度ベンチマークしてみます。他の質問は、じゃあこんな感じですか。